どうも皆さんこんにちは、着馬先生。本日はですね、 ANA の国内線のタイムセールと JAL がね、国際線のタイムセールが発表されましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、先日ね JAL の国内線のタイムセールがねありましたよね。でまたね今回 ANA のね国内線のタイムセールが来て、で一応ね ANA は国際線のタイムセールもこのね2月の9日からこの動画が出ている日付変わったね0時から開始になるんですけども、 ANA の国際線のセールに関してはちょっとね値段がまだ出ておりませんので、ちょっとこの部分はね分かんないわけなんですけども、ひとまずね現時点で分かっている ANA の国内線のタイムセールと JAL のね国際線のタイムセールの内容をね見ていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、まずですね、JAL のね、国際線のタイムセール、見ていきたいなと思います。こちらは2月の8日から0時、もうこちらね、始まっております。2月の14日、23時59分まで。先日ね、JAL のね、減額マイルキャンペーンもございましたけども、国際線のタイムセールもね、やっているっていう風になります。で、対象の搭乗期間が2月の8日から9月の30日、うちに、路線ごとに設定する期間ということで、こちらね、路線ごとによって、期間ね変わっているっていう風になりますんで、この点は注意してください。で、こちらですね、ホノルル行き7万9000往復ということで、ホノルル便に関しては予約期間が2月の4日から2月の14日まで、搭乗期間が2月の15日から7月の10日、旅行開始分までということで、こちらね7万9000って記載がされておりますけども、別途航空保険特別料金や、旅客施設使用料などがかかりますということで、まあこれだけでは済まないっていう風になります。ちょっと後でね実際に検索した値段ね見ていきたいなと思うんですけども、次にシンガポールですね。東京発の往復は8万円。大阪、名古屋、福岡発だと9万6千円。で、シンガポールに関しては、搭乗期間はね、2月の8日から9月の30日ということで、かなりね、長期間、やっておりますよね。次に台北ですね。東京発が4万6千円往復。その他の対象都市だと往復6万2千円。搭乗期間が2月の4日から6月30日までということで、で、今回のね、タイムセールなんですけども、今ね、ピックアップを見させていただきましたけども、ハワイ、グアム、北米、ヨーロッパ、東南アジア、インド、東アジアということで、広範囲で、今回のキャンペーンで組まれているっていう風になりますんで、まあ、ちょっとね全部は紹介いたしませんけども、かなりね広範囲でねやっているっていう風になりますんで、ぜひねチェックしていただければなと思います。で、北米とかだとですね、ロサンゼルスだと往復12万円、搭乗期間が4月1日から5月の31日ですね。で、ニューヨークとかだと、往復14万円ということで、搭乗期間4月1日から5月31日開始分っていう風になります。まあこういった感じでですね、かなり広範囲でやっておりますので、気になるところございましたらですね、ぜひねチェックしていただければなと思います。ホノルル便に関しては国内線乗り継ぎ、無料っていう風に、ね、なっておりますので、これめちゃくちゃいいですよね。で、このねホノルル便、実際にいくらぐらいかかるのかっていうのをですね、ちょっと検索させていただいたわけなんですけども、こちらね東京からホノルルですね、2月の15日でねちょっと検索させていただいたわけなんですけども、これだと、大体往復全部込み込みで、10万と、1510円っていう風になります。で、これでね国内区間のね乗り継ぎも無料で利用することができるっていう風になりますんで、エコノミークラスにはなりますけども、往復10万円なんでね結構いいのではないのかなと思います。で、これはね JAL の、タイムセールになっているわけなんですけども、まだね内容が分かっていない ANA のね国際線のタイムセールありますよね。まあこれがねどんな感じで値段設定されてくるのかっていうのはねちょっと分かんない部分はございますけども、まあぜひね利用される方はこのね JAL のタイムセールと ANA のタイムセールね2月の9日から、0時からね開始になるっていう風になりますんで、こちらもねぜひ比較してね利用していただければなと思います。というのもですね、先日ね、こちら動画解説しましたけども、ANA はですね、ANA スカイコインのね、マイルからの交換レートアップキャンペーンをね、今やっているっていう風になるんですよね。ですので、まあ先日ね、お話しさせていただきましたけども、もしね、これ、ANA のね、国際線タイムセールね、ホノルル便とかね、多分エコノミークラス10万ぐらいでね、設定してくるのではないのかな、なんていう風に思いますので、まあ JAL がこういった感じでね、価格設定しておりますので、同じぐらいね、引き下げてくると思うんですよね。そうなってくるとですね、この ANA のね、プラスモアの方であれば、まあ5万マイル交換すれば、2.2 倍っていう風になりますんで、
10万スカイコイン超えてきますんでね、まあ、そうじゃなくてもですね、スーパーフライヤーズカードの方でも、まあ、5万マイル交換していただければ9万スカイコインね交換することできるっていう風になりますんで、まあ、あと残りね足すかもう5万交換するかはね、お好みにはなるわけなんですけども、まあ、6万マイル、そうですね。5万で9万で、1万マイルで 1.4 なんで、そうですね。まあ、大体ね、6万マイルあれば、ハワイのね、往復、航空券ね、サーチャージ込みでね、発券することができるって考えるとですね、まあ、かなりね、いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、このね、ANA の国際線のタイムセール、こちらもね、開始になりますので、ぜひね、比較して、利用ね、していただければな、と思います。いや、このね、レートアップキャンペーン来てる時にね、この ANA の国際線のタイムセール来るっていうのはね、かなり、熱いですよね。どんな感じになるのかね、非常に楽しみですね。ぜひ日付が変わったね、0時になりましたら、こちらね、見れればいいんですけどね、今ちょっとまだ見れないので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。それでは次ですね、ANA のね、国内線のタイムセールが、開始になります。こちらも、2月の9日からですね、平日が変わったね、0時から開始になるっていう風になりまして、で、搭乗期間がですね、2つに分かれておりまして、北海道、東北、北陸、関西、中四国、九州、沖縄など、こちら路線便限定で、4月の1日から6月30日まで、開始になります。で、7月の27から29と、5月の3日から6日、まあ、ゴールデンウィーク期間はね、除かれるわけなんですけども、こちらはね、4月の1日から6月30日で行われます。で、もう一つですね、3月1日から3月31日、北陸、小松、富山、新潟発着便限定で、行われるっていう風になりますんで、今回のタイムセールね、2つ行われるっていう風になるんですよね。で、主な対象路線ということで、こういった形でね、東京、札幌であれば7700円から、東京、伊丹であれば7000円から、東京、福岡であれば8800、東京、沖縄であれば8800みたいな、まあこういった感じでね、発表されているっていう風になります。まあ、こういった形になりまして、運賃のね、細かい例がですね、こういった感じでね、ANA の方で用意されてるんですけども、ちょっとね、見づらいので、私の方でね、まとめさせていただきました。それがね、こちらになるわけなんですけども、まずね、こちらのタイムセールの2番目の方ですね、北陸、小松、富山、新潟発着限定ということで、搭乗期間が3月1日から3月31日の分ですね。それがこちらになりまして、ちょっとね、私今出先で申し訳ないことに、こちらら辺のね、データが今取れなくて、申し訳ないわけなんですけども、東京、富山、東京、小松、大阪、新潟とかね、ここら辺が、まあ、今回のキャンペーンね、7700円で利用することができるっていう風になります。で、今まで既存で出たね、タイムセールと、まあ、値段的にはですね、まあ、そんなに変わらない。で、新潟路線に、大阪、新潟路線に関しては、まあ、休日の料金がね、ちょっと下がってたりしてるんですけども、まあ、こういった感じでですね、3月登場のね、タイムセールが、富山、小松、新潟とかね、これのエリアで、利用することができるっていう風になります。で、もう一個ですね、こちらの1番目の方の、4月の1日から6月30日のタイムセール分ですね。こちらの比較が、こちらになりまして、まずですね、今回、4月、5月、6月タイムセール期間ということで、かなりね、長期間のね、搭乗期間設定されておりますので、今からね、6月の沖縄とかもね、利用することができるっていう風になりますんで、結構いいのではないのかなと思います。まあ、それもね、8800円とかでね、利用することができるっていう風になりますんで、結構ね、いいですよね。で、値段的にはね、どうなのかっていうところなんですけども、まあ、前回のタイムセールの方が、全体的にやはりね、安く設定されているっていう風になりますかね。4月から5月、6月ね、旅行しやすいシーズンになりますので、まあ、値段的にはですね、やはりね、3月のタイムセールとかに比べると、まあ、同じ期間はですね、高くね、設定されているっていう風になります。で、こちらはね、東京発着でありまして、まあ、見たい方はね、スクリーンショットとかね、撮っといていただければなと思うんですけども、まあ、大阪、あとね、中部とかもね、比較させていただきましたけども、3月のね、搭乗期間のタイムセールの時の方が、基本的には、安く設定されているところが多いですかね。ここだけちょっとね、前回より安くなってたりするんですけども、まあ、基本的には前回の方が安くて、今回の方はね、高い、もしくは一緒ぐらいっていうところですかね。前回の方が高くて、今回の方が安いっていうのはね、結構少ない感じでしたかね。はい、こういった形になります。
はい、ということで今回ですね、ANA のね、国内線のタイムセールと JAL のね、国際線のタイムセールね、発表されましたので解説させていただいたわけなんですけども、ANA のね、国内線のセールの方はもう運賃出ておりますので、まあこちらもね、利用される方は ANA のスカイコインね、交換されて利用するのもね、結構ありだと思いますし、国際線のタイムセールね、どういったね、感じの値段設定されるのかね、非常に楽しみですけれども、まあこれもですね、スカイコインね、交換して利用することできるっていう風になりますんで、非常に楽しみですよね。ぜひね、国際線の方はですね、日付変わった0時からね、価格出ると思いますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、プライオリティパスの付帯クレジットカードのおすすめがわかる PP 診断、マイル診断、ポイントサイト診断、またね、時間をかけて作らせていただきました、マイルクレカ診断もね、無料で利用することできるっていう風になりますんで、ぜひね、こちらからチェックね、していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。